TV です。本日は火星で見つけた不思議な場所、火星でまた新しい謎の扉を発見しました。果たしてこれは自然にできるものなのでしょうか。皆さんと一緒にこのスクープ 4K パノラマ映像でお見せしたいと思います。こちらはローバーが 4K パノラマ映像で撮影した写真、こちらをキャプチャーしたものとなります。それでは詳しくこの謎の扉、山の下の部分にありますこの扉、果たしてこれは自然にできたものなのか、皆さんと一緒に詳しく見ていきます。写真の方からです。どうぞ。こちらがその 4K で撮影したパノラマカメラ。これだけね、 NASA は鮮明な写真、これ以上ですね、これはキャプチャーしたもので画質落ちてますが、 NASA は 4K でこれだけの解像度で見れる写真を保有しているということになります。だからもうすべてどんな小さなものでも見ることができるということで、今まで私たち一般に公開されている写真は一部だということがわかります。かなり NASA は秘密の極秘の写真を、かなり火星の極秘の写真を持っていると思います。それはおそらく未公開されていると思います。未公開だと思います。今回はその中でもこの今回一番新しい2022年にカラーで 4K で撮影されましたパノラマ写真の中に映り込む山のこの下の部分、中腹ぐらいにありますこの扉のようなものがまたまた発見されました。果たしてこれは何なのでしょうか。昔水が流れて風化して水の浸食とそれによってできた扉なのでしょうか。皆さんこれは何なのでしょうか。そして次の写真となります。こちらがその横にありますこのこんもりとした山ですね。そしてこれだけ鮮明に写っている写真です。これがその扉の写真、石の扉で作られたような小判型といいますか、上部は丸いですよね。で、そこの部分はこんな感じ、横の部分が何か草木で掘削したような感じ、それともここに何かそういう特殊な工具を使ってこの石をどかすためのこれがくぼみなのでしょうか。皆さんのご意見、想像、またこれに詳しい方の正しい、ご意見もお聞かせください。これが今回火星の探査車マーズローバーが撮影した最新の、4K のパノラマ写真に写り込んだ、これが謎の岩でできた扉の入り口ではないかと言われるものです。そしてその横にもね、亀裂が入って、この小さなこれぐらいができるのは分かるんですよね。水が流れて地震なので、火星の地震なので亀裂が入ってできて風化したものがこんな風になるというのは分かるんですけど、この大きさで上から水が流れてくるような亀裂はないです。こちらにはありますので、当然こういったことは、実際地球上のこういった砂岩のようなところではたくさん見かける風景だと思います。専門の方が見たら分かると思いますが、果たしてこれは何でしょう。地震や風化、水による浸食によってできたものなのでしょうか。今回こちらですね。そしてこれ、
はい、ズームアップした鮮明写真です。どうでしょうか、この断層部分のこういう傷みたいな割れ目みたいな跡もはっきりと写っております。これは人工的に作られたものなのでしょうか、それとも自然にできたものなのでしょうか。この奇妙な形の、まあ、こんもりした山のこの中腹あたりにあるこの謎の岩の扉、これは何なんでしょうかね。そしてこれ、まあ、全体的に引いたところをお見せしてます。見てください、こういったロケーションのところにあります。先ほど横に見せたのはこれですね、小さな、まあ、似たようなものがありますけど大きさが全く違いますし、こちらは明らかにまあ自然にできたものだということがこういったものでわかりますよね。しかしこれだけが、まあ、やはり違いますよね。不思議ですよね、これだけの大きさとここの部分とこれ綺麗に入り込んでますよね。皆さんどう思いますか。地質学に詳しい方、まあ、これは何なんのなんていう岩で多分こういう感じでできたのではないかと、まあ、ご意見もください。そして皆さんのコメント、たくさんのコメントをお待ちしております。今回見つけたのがこの火星の今回 4K パノラマ写真に写り込んだ扉、まあ、前回もねこう掘られたような扉でかなり皆さんの視聴率があって全世界的にも有名になった火星の、まあ、地下の入り口のような扉、今回は新しくこの蓋されたような扉を見つけましたんで皆さんにご紹介しております。これが引いたところです。そしてこれ引いたところ、さらに引いたところです。そして下が砂地、そしてちょうど入り口のように山の地下に入る入り口のようなところにこういった扉状のものがあるといったものになります。それでは早速正式リンク最後にお見せしたいと思います。これがリンク下の概要欄に貼っときますので、あなたもダウンロードしてこのまあ、ズームしてみてください。ちょうどこの山のこれ上の部分ですね、これだけ鮮明に写っております。そしてこれを下げていくとこんな感じに見えてきます。これが実際のリンクの映像となります。 4K パノラマ、さらに鮮明にしたところです。さらにこれを全画面にします。はい、どうでしょうか、じっくり見てください。これが正式リンクの写真、4K パノラマ映像で捉えた火星の、まあ、地下の入り口を扉で覆ったような感じですね。よく言う昔の天の岩戸のような感じのものだということになります。その神話とこれは何か一致するものがあるのでしょうか。火星と地球は密接な関係がありますよね。古代何か、まあ、流通というか行き来があったのでしょうか。昔火星には水があったことが分かっております。皆さんこの鮮明な今度マーズローバーが撮った 4K パノラマに映り込んだこれは一体自然にできるものなのでしょうか、それとも人工的に過去に何者かが作ったものなのでしょうか。これを抜かすとこの山の地下に入れるものなのでしょうか。皆さんのご意見、コメントお待ちしております。今日はこちらをご紹介しました。また火星の不思議な場所、不思議なもの見つかりましたら皆さんにご紹介したいと思います。ラピ TV でした。ではまたです。さようなら。